はい、こんにちは。よろしくお願いします。グラフトネットワークの12回目の授業を始めていきます。はい、それでですね、彩色のモデル化という話をやりました。コメントの方をいただきましたので、そちら見ていきたいと思います。はじゃあ、一つずつやりますね。こちらですね。グラフの彩色としてモデル化できる問題について、最大流問題としてモデル化できる問題と同様に何かを割り当てる問題が多いなと思ったので、今回紹介されたような問題も最大流問題としてモデル化できないのかなと少し考えてみたのですが、領域が被らないようにするという制約。ふわっとしたいかがですか？例えばジョブスケジューリングだと同じ時刻に一人ができる仕事は一つであるという部分を落とし込むことが難しいように思いました。あと、最大流問題としてモデル化しようとすると、最低何種類の割り当て元があれば割り当てられるか、ジョブスケジューリングでいうところの最低何人必要なのかを調べようとすると、何らかの定理で係がわからない限り、1から順に調べないといけなさそうなので、その面でもグラフの彩色としてモデル化した方が、多項式時間で染色数が計算できる場合があって便利なのだろうと思いました。講義のどこから言及されていたら申し訳ないのですが、各間グラフの染色数は多項式時間で可能でよろしいですか？ですね。こういう質問ですけども、まず、質問に答えるとですね、区間グラフの染色数の計算は多項式時間でできます。授業の中では、区間の左端を左から順に並べて、貪欲彩色を行うっていうふうに言ってたんですけども、その区間の左端を見て、それを左から順に並べるっていうことは、まあ、いわゆる整列問題なんですね。ソーティングの問題になってるわけです。で、ソーティングは多項式時間でできますので、まずそのソーティングを行ってから、貪欲彩色を行うということで終えればいいです。で、貪欲彩色もその選んでいく順番が決まっていれば、順序が決まっていれば、その全順序に従って塗っていくだけなので、それでまた公式時間でできるわけです。はい。ということなので、区間グラフの染色数計算は簡単です。で、この最大流問題としてモデル化できるかどうかということは、またそれと別の話なんですけども、それは実はできますということになります。で、これはですね、そんなに簡単ではないんですよ。で、そんなに簡単ではないのですけども、まあ、面白いかもしれないので、ここで今から補足したいと思います。これは、ちょっと、別の図を作ったんですけども、これですね、これ。まずですね、区間がこういうふうに与えられていて、右のように区間グラフを作るっていうふうにやったわけですね。で、この区間グラフの染色を行いたい。彩色を行いたいってことを、授業ではやったわけです。で、これをですね、実は、最大流問題というか、二部グラフの最大マッチングの問題として、モデル化することができます。はい。で、二部グラフの最大マッチングを求めるっていうのは、最大流問題を使って解くこともできるので、そういう意味では、最大流問題としてモデル化できると思ってもらってもいいですし、もう少し正確に言うんだったら、二部グラフの最大マッチング問題だというふうに思います。で、今ですね、その下のところに、その二部グラフを作るってことをやってるんですけども、これどのように作っているのかというのがまず問題ですね。で、これ上と下に7個ずつ頂点が並んでるんですけども、その一つ一つの頂点は1、2、3。一つ一つの頂点は、この与えられている区間、1、2、3、4、5、6、7に対応しているというふうに思ってください。はい。で、その一つの区間に対して二つ頂点があって、それが上として配置されていると思ってください。それでですね、上の方の頂点は、この区間の右端に対応していると思ってください。どうしようか、右端。区間の右端に対応していると思ってもらって、下の方は左端に対応していると思ってください。で、例えば、この4と7、の間にこう、点があるんですけども、これは何を意味しているかっていうと、これは4の右端と7の左端を比べたら、右端の、4の右端の方が左にありますよ。ということを表していると思ってください。で、実際に4の左端、いや、右端と7の左端を見ると、4の右端の方が左にあるから、ここに辺があるというふうに思ってほしいわけです。で、その規則で辺を作ってます。だから、例えば別のところ、1と3の間、
ここも辺があるわけですけども、これは、H の右端が、3の左端よりも左にあると。いうことを表しているわけですね。で、実際に1の右端と3の左端を見ると、確かに1の右端は3の左端よりも左にあると。いう形になっているわけです。で、こういう形で、二部グラフを作ります。で、この二部グラフのですね、最大マッチングを考えるわけです。で、そうすると最大マッチングを考えるときには、対になるものは何だったかというと、最小頂点起伏だったわけです。ですか？だからまあ、その最大マッチングと最小頂点起伏を見つけましょうというつもりで、まあ見つけてみます。で、見つけるとですね、まあこんな感じ、例えばまあこういう形になるわけです。今この青いところで書いているのが最大マッチング、要素数が4。で、黄色いところで書いているのが頂点起伏、最小頂点起伏、要素数4。になってるわけです。で、それらが、予想数一致してますから、確かに青いのが最大マッチングで、黄色いのが最小頂点起伏であるということがわかるわけですね。で、これがなんでこの最初なのかってことを説明するんですけども、まずですね、このマッチングから最初がどのように得られるのかってことを説明します。ですね、まずですね、この1という頂点と、この4という頂点がこのマッチングの辺で結ばれているので、この時に1と4には同じ色を塗るというふうに思ってください。1という区間と4という色に同じ色が塗る。で、これは塗れるわけです。なんでかというと、1と4の辺がある時には、1の右端は4の左端よりも左にあるわけですから、この2つの区間には重なりがないわけです。だから、この2つの区間は同じ色で塗れます。同じ色で塗ります。ですね。で、これ1と4を同じ色で塗っていったので、じゃあ、例えばじゃあ1と4を赤で塗りましょう。これを塗るわけです。で、そしたら、この上の方の4を見てみると、これ4は、このマッチングの辺を通じて、6という頂点と、ペアになっています。で、そうしたら、今の規則を使う、そのまま使って、4と6も同じ色で塗るということにします。で、4と6が同じ色で塗るということは、これいいわけです。その4の、右端は6の左端よりも左にあるっていうのが、この辺の規則、辺を作る規則から分かってるわけなので、4と6は同じ色で塗るわけです。で、塗っちゃいます。で、ここで問題になるのは、4と6を同じ色で塗って、1と4を同じ色で塗ったときに、1と6の間にもし辺があったりすると、これ困るわけですね。困るわけです。でも、これは起きません。起きません。なんでかというと、1の右端が4の左端にあって、なおかつ、4の右端が6の左端にあるときに、よりも左にあるときには、1の右端は6の左端よりも左にあるから。です。ということなので、こういう辺は存在しないということになって、これで、この赤で塗る部分については、ちゃんと、その赤で塗られた部分が独立集合になっている。だから、ちゃんとその彩色クラスをなしているということがわかるわけです。で、同じことを別の辺に対してやります。あ、で、それでですね、そうかそうか。上の6の頂点を見ると、そこからそのマッチングの辺が出てくることないので、これでその赤で塗ることが終わりになると思ってください。じゃあ、別の色見ましょうと。じゃあ、例えば、2を、という頂点を見て、このマッチングの辺を通っていくと、5に届いてくる。で、そうしたら2と5を同じ色で見なさいと。2と5ですね。こういうふうになるわけです。で、5という頂点上を見てみると、5と7が、結ばれているので、7を同じ色になります。ということになります。で、これで2、5、7っていう一つの彩色クラスが得られるということになるわけです。で、まあ3は余ってるんですけども、まあ3のところに一つ、まあ、その別の色をつけて、3つ目の色を使うということになって、これで全体で3彩色が得られると。ということになります。で、なんで、この3彩色、この3という数値が、この彩色の中というか、このグラフの染色数を与えるのかということを考えないといけないんですけども、そうすると、その時には、その彩色と対になっているのは、クリークなんですよね、クリーク。だから、要素数3のクリークっていうのが、3のクリークっていうのが、まあ、存在していてほしいんですけども、それは、またこの2部グラフで言うと、わかるんですよ。わかる。じゃあその前に、ちょっとこの3彩色が得られたこの3っていうのは何なのかっていうことをもう少し詳しく見てみると、3っていうのは何かというと、右下に行きましょう。3っていうのは何かというと、3というのは7-4なんですよ。
何を突然言い出すのと思われるかもしれませんけど、まあ、3が7引く4ってあることは正しい。で、7っていうのは何かというと、このグラフの頂点数です。あるいはこの過半数。あるいは、この2部、上に作った2部グラフの、まあ、上側の頂点数。まあ、それは、とにもなおさず下側の頂点数と同じですけども、まあ、これになってるわけですね。で、4っていうのは何かっていうと、この、取ってきた最大マッチの辺の数です。いいですか？だから、この、まあ、元のグラフの、この区間グラフの頂点数マイナス、この最大マッチの要素数が、この色の数として現れているっていうふうに思うわけですね。いいですか？で、今、この2部グラフの最大マッチングの要素数が4だったというわけですけども、この2部グラフの最大マッチングと相対の関係にある最小頂点起伏の要素数も同じく4になるわけです。つまり 7-4 っていうのは、このグラフの、区間グラフの頂点数から、下の2部グラフの最小頂点起伏の要素数を引いたものに等しいっていうふうに言ったわけですね。そうすると何が言いたいかっていうと、今は最初を得るために、このグラフの、この2部グラフの最大マッチングを見たんですけども、一方で、この要素数3のクリークを見つけるためには、この2部グラフの、最小頂点起伏を見てあげましょうっていう形になるわけです。で今ですね、最小頂点起伏としては、上から1、下から6、7っていう頂点を選んで、最小頂点起伏を構成しているという形になるわけです。でそうするとですね、これをその1、2、6、7、は最小頂点起伏に使われているというふうに解釈してください。で別に言わせると最小頂点起伏に使われていないのは3、4、5である。それ書きますね。3、4、5 は最小頂点起伏に使われていない。使われていないということになります。その3、4、5というのは最小頂点起伏に使われていないんですけども、実はこの最小頂点起伏に使われていない3、4、5というのが、このじゃないや、このでいいですね。区間グラフのクリークになっているということがわかります。この例では特にそうで、この3、4、5っていう、完全グラフ頂点数3のものが、3、4、5のところに見つかるというわけですけども、これは、なんでそうなっているのかというと、この例ではそうなっていますね。この例ではそうなっていまして、なんでそうなっているかというと、まずその3、4、5っていうのは、その最小頂点起伏に使われていないので、この3、4、5っていう、この2部グラフのところに現れているこの6頂点を見ると、そこにその黄色い点がないってことになっているわけです。ですか？黄色い点がないってことは、その最小頂点起伏に、その3、4、5、上も下も選ばれているわけですね。上も下も選ばれてないので、何が起きているかっていうと、例えば、この、ちょっと真ん中のところに色気しますけど。すみません、ね、何が起きているかというと、例えば、この3と4を結ぶような辺は存在しないわけです。なんでかっていうと、そういうものがあると、この元々選んだこの黄色い4頂点が頂点起伏であることに矛盾するからです。いいですか？3と4とか、これ今3と5ですね。3と5を結ぶような辺はないですし、まあ、その3と4を結ぶような辺もないし、4と5を結ぶような辺もない。まあ、こんな感じですね。だからまあ逆にその、4と3もそうか、こういうのも全然ないわけです。だからこの、その3、4、5の間には、だけ見ると、この部分見ると、全くこれ辺がないわけです。辺がないわけです。辺がないと何かっていうと、これらの、この3、4、5っていう、ものに対応する区間っていうのは、どれも交わってるんです。これ辺が引かれるのは、その、分離してるんですね。分離してるというか、この右端と左端が分かれてる時なんで、そうじゃないってことは、その、例えばこの3と4に対応する区間は交わっているし、4と5に対応する区間も交わっているし、3と5に対応する区間も交わっているということになるわけです。で、この平区間っていうのは重要な性質を持っていて、この3、4が交わっていて、4、5が交わっていて、3と5が交わっていたら、3、4、5も同時に交わるっていう性質を持ってます。これ重要な性質で、これ重要な性質で、これ単元グラフの時にはこれ成り立たないんですけども、
区間グラフの時にはこれに成り立つ。区間の集合の時にはこれに成り立つわけです。ということで、この3と4と5っていう区間が同時に、ね、交わるので、この3と4と5のところに対応するようななんかこう点があって、そこで、この3、4、5っていうこのクリークが作られるってことがわかるんです。例えば、ここから、3、4、5はクリークであると。区間グラフのクリーク。だってことが分かって、この頂点数3のクリークが確かにあるんだってことが分かるということになって、もう一回言うと、この頂点数3のクリークっていうのは、この2部グラフの、書いちゃった。2部グラフの、2部グラフの、頂点起伏を見ることで見つかるということになるわけです。最小頂点起伏を見ることによって見つかるということになるわけです。で、それによって、このようにして作った、マッチングから作った彩色が確かに色数最小の彩色になるということが、2部グラフのマッチングに対する競争追性、K にエゲルバリの定理から分かるということになります。という形で、区間グラフの染色数を計算する、これ染色数を求めるという問題が、2部グラフの最大マッチング、あるいは 最大流問題としてモデル化できるという形になります。はい。で、ここまでが、初めの質問に対する、補足になります。いかがでしょうか。ですか。はい。ありがとうございます。実はですね、これはですね、これだけで実は終わんなくって、もう少し深い話があって、で、深い話をしている時間があるかどうかは、ちょっと考えなくちゃいけないんですけども、これは毎回なんか、この補足40分くらいやってるんで、なんか、時間がある気がしてきたんで、ちょっとしますね。それは何かというと、これはちょっとページを増やすことをするんですけど、何かというとですね、これは、もう少しな一般論になるんですよ。なんか今のように、なんか2部グラフを作ることなんてこう思いつかないよなっていうふうに思うんですけど、あれ？ページが増えない。ページが増やしてきて、そう、うん、とはこれ進めて、あ、すごい増えましたね。そうか、縦になってしまった。縦になって、ですね、これはちょっと横に広げるにはどうしたらいいかというと、ページ操作ではなく、どうでしょうね。これはすいません、ちょっと、その操作がわかんないんですよね、いつもね。これで、待ってくださいね。横に、注釈じゃない。すいません。ちょっとね、いつもね、こう、まあ、いや、横曲げやっていきましょう。ですね、先ほどは、この、区間の集合があって、そこから、こう、なんか2部グラフを作るってことを、やったんですね。で、で、それでその、この区間グラフの彩色っていう話をしたんですけども、実はですね、これはもっとその一般的な話があって、何かというと、これはですね、実はこれ半順序の話なんですよ。話。これ小さいな。これをやっぱり大きくしたいんですけど、これでどうやったらできるのかな。ちょっとすいません。なんかいつもこう。これは、フルスクリーンだから、これはページ、多分、これは、挿入したけど、注釈違うな。大きくしたいんですよね。まあ、いや、半順序の話なんですけども、半順序って皆さん覚えてますか？まあ、覚えてる必要ないんですけども、記憶にありますか？記憶にある人と記憶にない人はあるかもしれませんけども、半順序、まあ、じゃあ基本的な、定義とかあるんですけども、そういうことをすっ飛ばして、イメージでお伝えすると、順序っていうのは、二つのものを比べて大きい小さいってことを、まあ、比べられるような場合のことを言うんですけども、半順序っていうのは二つ持ってきたときに、その、まあ、比べられない場合もある。っていうふうに思ってください。だからですね、比べられる場合っていうのは、その全てのものが一列に並んでるんですよね。だから全てのものがこう一列に並んでいて、なんか、まあ、例えば上に行くほど大きい。でなんかこういうようなイメージを持ってもらうのは、これがそのいわゆる全順序なんですよね。全部が並んでると。全順序。あ、順序。順序書けなかった。全順序。
なんですよ。で、半順序っていうのは、その比べられないものがあってもよいってことがあって、で、そういうのをですね、この右側のような図で書くと、まあ、あと図で言うとなんかこんな感じになるとちょっと書くんですけども、なんか例えば、なんか、なんかこんな感じになってる。なんかこういうようなイメージを持っていただきたいんですよ。例えばこれだと、この、ここら辺にあるこの要素と、この下にあるこの今、矢印で書いた要素っていうのは、これを比べられるんです。これなんで比べられるのかっていうと、この矢印を辿っていって、この下から上に辿り着けるから。だからその辿り着けるっていう関係があったら、その二つは比べられて、下の方にある方が小さいっていうふうに思うわけです。で、一方でですね、そうじゃなくて、なんかその横に並んでいるようなものですね。今、この二つですね。上の方の要素と、この下の方の要素。この二つはこれ比べられないんですね。なんでかっていうと、この下の方のにあるように見える方から矢印辿っていって、この上の方に辿り着けないからです。で、そういうことがあってもよいような、構造が半順序です。で、これはそのグラフっぽく言うと、何かというと、ですね、有効平路を含まない有効グラフを考えているのと同じだと思ってください。有効平路を含まない有効グラフを考えているのと同じだと思ってください。で、なんで、今、ここに書いたもの、こういうふうに書いたこの有効グラフっていうのが、この区間の話と関係があるかっていうと、この実は、この区間の集合に対しても、この大きい小さいっていう順序を導入できるんです。で、それが先ほど言っていた、右端と左端を比べてどっちが、左だかとかっていうような言い方で言うよりも、まあその重なってるか重なってないかっていう言い方で言うと、この二つの区間があって、それが重なりを持っていなく、いないときに、左側にある方が小さい。っていうふうな順序を考えます。関係を考えます。だから、二つの区間、i と j っていうのがあったときに、i と j が重ならず、これ小さいですか？大丈夫ですか？見えますか？ i と j が重ならず、i の、そうですね、いいですね。i の右端が j の左端よりも小さい。というときに、i は j より小さい。で、こういう関係を定義しましょう。定義します。で、そうすると、先ほどのよう、ちょっと上の、この例で、ちょっとこのような有効グラフを作ろうと思うと、じゃあちょっと今、区間に名前をつけて、1番、2番、3番、4番。とかっていうふうにすると、例えばその1番と2番は比較できないけども、3番と4番は比較できるので、とかっていうことを考えると、1、2、3、4で、1と3はと4は比較できない、2は比較できなくて、2は4だ、こうですね。こんな感じ。こういうようなその有効グラフが作れるわけですね。で、これは A を含んでない。という感じになるわけです。という感じになるわけです。で、何を言ってるのかっていうと、この区間に色を塗るっていうのは実は何かっていうと、こういう有効グラフで、有効グラフの頂点を有効度に分解するって話になってるんです。何を言ってるんでしょうか。今ですね、1、2、3、4っていう4つ要素を持ってるんですけども、これをですね、1、3っていう有効度と2、4という有効度をこれ分解するんです。で、分解するとこれ何ができるかというと、実はこの区間の集合において、1、3っていうのが一つの色で塗れて、2、4っていうのが一つの色で塗れるって話になるんです。ほう。で、こういうふうに、半順序があったとき、あるいはその、平路を含まない、有効平路を含まない有効グラフがあるときに、こういうその、グラフの頂点を有効度に分解するってことです。だから、今、この例の場合では、例えば、まあ、一つ、こういう有効度を取ってきて、もう一つ、なんか、まあ、こういう有効度を取ってきて、もう一つ、こういう有効度を取ってくると、まあ、その三つの有効度で、頂点を全て、埋め尽くせる形になるわけです。
で、そういうふうにしたときの有効度の数を一番小さくするっていうのが、先ほどのこの俯瞰の話でいう染色数を求めてるって話になるんですよ。で、実を言うと、こういうその、経路を含まない有効グラフがあったときに、その頂点を有効度に分解する、その有効度の数を最小にするっていう話が同じような形で、ニムグラフの最大マッチングの話に帰宅できます。モデル化できます。モデル化できます。で、これはそうすると、何かっていうと、その区間の話は、そういうものの特殊ケースになっているんですね。区間の彩色は、区間の彩色は、その半順序、あるいは有効経路を含まない有効グラフの頂点を有効度に分解するときの、その有効度の数を一番小さくするっていう問題の特殊な場合になっています。で、特殊じゃない、有効度の有効グラフ、経路を含む有効グラフの頂点集合を有効度に分解するときに有効度の数を最小にするって話は、もっといろんな応用があって、これも実はいろんなところで広く使われている話になっています。で、まあ、その話をちょっと深くしていくことはできないんですけども、じゃあキーワードだけ挙げると、この、その話はだからこれ最小化問題なんですね。有効度の数を最小にするって言ってるんで。だから、そのまたその対になる最大化問題があって、弱相対定理とかっていうのもあるんですけども、この場合には競争対性が成り立っていて、その競争対性を、あって、その競争対性には人名がついていて、これはディルガースの定理っていうふうに言ってます。ディルガース人名ですけど、ディルガースの定理っていうのがあって、これはですね、その半順序の理論っていうのがあるんですけども、半順序の理論において、まあ、初めの方で学ぶ非常に重要な定理です。で、これは、ただまあ、半順序って、まあ、どこら辺で出てくるかっていうと、例えばですね、またこれも、なんかスケジューリングとかで出てくるわけです。このジョブをやった後でないと、次のジョブできませんよとかっていうように、この頂点がジョブを表していて、この辺がなんか先行関係、辺とか、ここですね、とか、この先行順序を表すときに出てくるんですけども、そういうときに、まあ、出てくる話があって、で、そういうときにこの共通相対性がまたあるんだっていうことが、その最大流問題とか、二分グラフの最大マッチング と関係して同じように出てくるっていう話があって、ここら辺はですね、非常に綺麗な話が積み重なってるんですね。だから、これは面白いんですけども、これをやってる時間はちょっとその時期ではなくって、まあ、名前だけ紹介するという形になります。で、もう一度先ほどの話に戻ると、区間グラフの彩色っていうのは実はこの、まあ、ディルワースの定義の特殊な場合として出てくるということになるわけです。これでこれの補足になります。ちょっと最後の方はよくわかんなかったかもしれませんけども、よろしいでしょうか？何か質問とかありますか？いいですか？だから、興味がある人、その半順序に興味がある人ってあんまりいないかもしれませんけども、半順序に興味があったり、競争追跡に興味がある人はこのディルワースの定義をこれ調べてみてください。はい。これが初めの、コメントで、その次ですね。これですね。グラフには要素同士のつながりを表現することにもっぱら使われているイメージを持ったので、グラフの要素同士の距離も交えて考えるのが新鮮に感じました。ですね。で、これも、時間があれば、これは授業で補足しますということにしたので、じゃあ、これは、今から授業で、補足します。で、何を、ここに書いてるかっていうと、その図形や幾何からグラフが現れるということは実を言うとよくあります。ですね。センサーネットワークは地理情報システムなどが応用して現れます。で、センサーネットワークの方は、まあ一応その授業の方で、その、周波数の割り当てって話をしたんですけども、まあ周波数の割り当ては、まあある意味その、まあセンサーネットワークとか、その、移動、無線通信ですね。とかっていう形の話に似てるので、今からはこの地理情報システムでどういうところに出てくるのかってことをちょっと話します。で、これもいろいろあるんですけども、もう一つの例だけご紹介します。で、それはですね、まあ私がよく知ってる例を出してくる形になっているので、それもよく、ないのかもしれませんけども、まあ、出します。で、それはですね、地図におけるラベル付けって話があります。保存してしまった。保存する。地図におけるラベル付けって話があります。それはどういうのかっていうと、こういうのなんですね。で、今これはですね、ちょっとさっき作ったんですけども、まあ、地図は作ってなくて、この、名前を付けるのはこっちなんですけども、この、これ日本地図ですね。見えるとさ、日本地図が見える、あると思うんですけども、ですね、その日本地図のその都道府県名をですね、こう、ラベルとして書いてですね。で、まあ、こういうのを、まあ、こう、まあ、ラベル、ちゃんと、まあ、付けたいですよね。
地図によると。で、そうするとですね、これちょっといろいろ困ったことがあって、ここら辺もこう関東地方とかですね、ここら辺の中国、四国地方とかですね、ここら辺もラベルが重なり合いすぎし、合ってしまってですね、もうラベル見えない。何かというと分かんない。まあ、こんな感じになっていて。だから、まあ、こんな地図は嫌だって感じになっちゃうわけですね。で、まあ、そういうの困っちゃうので、まあ、解決したいわけです。こういう状況を。こんな地図は嫌だ。で、まあ、解決するためのいろんな方法があるかもしれないですけども、で、ここでは、まあ、次のようなことを考えましょうと。で、何かっていうと、二つのラベルが重なり合っている場合には、その片方はもう残念ながら諦めましょうと。で、重なり合ったものだけをピックアップしましょうってことにしましょう。で、それで、まあ、表示したものは少なくとも見えるっていう形にしたいっていうことを考えましょうと。で、そうしたときにグラフが使えますよと。まあ、グラフの考え方が使えますよということをやります。で、それ何かというと、今、右に書いてあるように、まあ、こういうふうにですね、まあ、その重なり合っているような長方形があるというふうに思うわけです。まあ、このラベルが一個一個長方形だというふうに思っているわけです。で、長方形の、まあ、その重なり合っているような配置があったときに、一個一個の長方形を頂点だと思って、その重なり合っている長方形に対応する頂点同士を変点結ぶという形にして、グラフを作りましょうと。だから今、この場合は、5つ長方形があるので、5個頂点がありまして、この重なり合っている頂点、長方形に対応する頂点同士が変点結ばれると。いいですね。だから今、一番上の長方形が一番上の頂点に対応しているんですけども、この長方形と交わっている長方形が2つあって、それに対応する辺が2個あると。まあ、こういう形になっているということです。で、そのような形で、このグラフを作っていくんですね。で、今からやりたいのは、こういうグラフがあったときに、あ、じゃなくて、この長方形の集まりがあったときに、重なり合ってない長方形を取り出そうとしたいわけです。まあ、例えば、この場合はですね、この一番上の長方形と、まあ、その下の長方形。で、まあ、この二つ取ってくると、その二つの長方形が重なってないから、その二つだけ表示すれば、その二つは重なり合うことないから、うまく見えるという形になるわけですね。で、それはですね、下の方のグラフで言うと、まあ、その二つの頂点を選んでると対応しているわけです。でそうすると、これはどういうものを選んでいくことになるかというと、グラフで言うと、これはですね、独立集合になるわけです。独立集合というのは、前回の授業の中では、前回ですね、中で出てきてましたけど、もう一回復習すると、頂点の部分集合で、その、どの二頂点の間に辺が存在しないっていう頂点部分集合です。ですね。で、もしこれ辺があったら、それは上のところで見ると、それは重なり合ってるってことなので、そういうものを取ってくるってことは許したくないわけです。だから、取っていきたい頂点部分集合は独立集合であってほしいとなります。で、もし、その、表示するラベルの数を一番多くしたいということにしたいんだったら、独立集合の中で一番要素数が大きいものを持ってくればいいということになります。で、それは最大独立集合問題というふうに言われるわけです。最大独立集合問題。もし言うと最大独立集合問題っていうのは、そのグラフ、向こうグラフの中で一番大きな、要素数の大きい独立集合を求める問題です。でですね、まあこの問題自身は実は難しいんですけども、まあこの問題としてモデル化できるわけですね。何かというと、そのラベルがたくさんあって、その重ならないラベルをできるだけ多く見つけたい。そうですね。で、まあ実際に解いてあげると、まあ次のページの中で、まあこんな感じになるということですね。でそうすると、まあ、今、これ、まあ、求めた結果って感じですね。で、そうすると、どの二つのラベルも重なってないという形になってまして、まあ、それで、まあ、これによって、その、いくつかの都道府県はですね、ラベル表示されることになってしまうんだけども、まあ、それはちょっと、まあ、この段階を諦めているわけですね。諦めていて、なんでしょうね。ここに書かれている、ラベルは、まあ、うまく表示されているということになる、ということになるわけです。で、まあ、こんな感じで、まあ、その、まあ、うまく、その、地図を作るとか、まあ、そういう、ま、地理情報の、分野でも、ま、こういうものを考えるってことはありますので、そういうものをご紹介しました。でですね、今、こういうふうな、まあ、割となんかナイーブな、例を出したので、こんなもの本当に使えるのかっていうふうに思うかもしれませんけども、これは最近また重要になってきていて、なんでかというとですね、我々はですね、この縮尺の地図だけを使うようになったわけではないんですよね。最近、だからその、まあちょっと、まあ、会社名を言うのはいけないかもしれないけども、この、その、デジタルな地図を我々が多く利用することになっ
なって、しかもそういう地図っていうのは簡単にズームイン、ズームアウトでできるようになったんですよ。で、何が問題かっていうと、ズームイン、ズームアウトすると地図自体の縮尺は変わるんだけども、文字の大きさはですね、あんま変えられないんですよ。文字の大きさっていうのはもうその、人々の視覚なんで、文字小さくしちゃうと文字見えないんで、で、文字見えなくなっちゃったら文字書いたら意味ないんで、文字の大きさは変えられないんですよ。で、文字の大きさは変えられないけども、地図の縮尺は変えられるって形になってるんですね。で、地図の縮尺を変えるたんびにですね、この問題解かないといけないんですよ。この問題、こっちの問題を解かないといけないんですよ。あ、ちょっと待って、死んでるのです。変えないといけないんですよ。解かないといけないんですよ。で、これはですね、大変な話になったわけですね。だから、昔はですね、この地図をですね、このなんか紙にプリントしてるような時の話だったら、これを解くっていうのは、その地図を作るときに一回やればよかったんだけども、これを、今はですね、そういうことにはなんなくって、この、だからまあ、その、地図を表示するために解くってわけではないんだけども、その縮尺に応じて前もって解いておく。まあ、そういう、まあ、いろんな技法があるんだけども、その縮尺を変えるときに、まあ、こういうことをいちいち考えなきゃいけないってことになってるので、それで、なかなか大変な話になるわけです。そうするとですね、縮尺を変えるたびに、縮尺が小さくなると、縮尺のたびに、例えばこの埼玉が表示されて表示されてなかったりすることがあるかもしれないんですけども、それは、まあ、どのようにしてこのラベルを選んでいるのかに、まあ、依存するわけですね。で、そういうところは、いろいろと考える余地があって、まあ、現在も、どのようにその、まあ、縮尺を変えながら、このラベルを表示すればいいのかってことが、研究されていたり、あとはその、移動する中でのアップですね。だから、例えばその、カーナビゲーションとかだと、その、自分が移動するために、この地図がこう変わっていくわけですけども、表示される地図が変わっていくわけですけども、まあ、そういう中でどのようにこのラベルを表示していくのかという話が、まあ、あったりするわけですね。だから、ここら辺は、まあ、だから終わった話というよりは、現在の研究が続けられているような重要なトピックの一つになっていると。いうことになります。で、そういうところで、こういうその、図形が交わるグラフ、ところからできるようなグラフの、性質を調べたり、アルゴリズムを作るということを考えていることがあります。ということの一つの例のご紹介でした。いいでしょうか。自分の話しているの早いなとは思うんだけども、まあ、こんなもんで、まあ、どうせ皆さん動画で見るときは2倍とかで、見るんでしょうから、2倍速度で見るんでしょうから、こんなスピードで話してもいいんだろうと勝手に思ってます。はい。では、今日の補足の話、ちょっと本当にいいかな。一応確認すると、他にも、あ、まだありましたね。すいません。もう一つ補足するものがありました。勝手に終わろうとしていたのはいけなかったですね。これですね。今回の講義で円がディスクであるという話がありました。そこで先生が言いかけてどうぞ決めましたってことがあったので、これを補足しなくちゃいけないですね。はい。で、これを補足します。で、これはちょっと簡単なこととか、多分3分ぐらいで終わるので、やりますけども、円と言われたときに皆さんが想像するものが何なのかっていうことが重要で、それによってですね、いろんな、ことが起きたりする、いろんなことっていうのは、まじぐたが起きたりすることがあるので、ちょっとそれを補足したいことになりますね。で、それを言います。これ、ちょっとすみません。違うものがあるんですよ。これは前、これですね。すみません、ちょっと。じゃあ、これはページを足して、ちょっともう一回、説明しようと思うんですけども、もう一回って書いて、説明をしようと思うんですけども、ページを足しますね。でですね、円と言われて皆さん何を思うかってことなんですね。円。あ、ちょっと近くのものです。円。ですね。で、例えばですね、まあ、高校数学って言い方がいいかどうかわからないですけど、例えばなんか円の方程式という。円の方程式とかっていうのは、例えば、なんか x2 乗プラす y2 乗。イコール1は、なんか円を表す。っていうようなことは、まあ皆さんなんか知ってるような気がするんですよね。で、これは例えばその座標平面上に書いてみると、X 軸と Y 軸があって、原点が真ん中にあって、この円っていうのは、この方程式っていうのは、半径が1のこういう円を表すんだ。なんかこういうような、またこの図が汚いですけども、まあ、こういうようなことは、まあご存知だと思うんですね。で、こういうものを円だと皆さん思ってると思うんですよ。うん。
で、これは、もちろんというか、これは単位円なわけです。もちろんというか、単位円なわけです。しかしですね、分野によってはというか、用語法によってはというか、場合によってはなのかもしれませんけども、これを円と呼ばないことが、これを円と呼ばないで、すみません、違うものを円と呼ぶことがあります。で、何かというと、まあ、これを今、この方程式が円であるというふうな言い方をしているんだけども、まあ、これはどういうことを言っているかというと、この方程式を満たす X と Y の集合を、まあ、ここに図示しているということなんですよね。だから、まあ、これ集合で書くとすると、まあ、何かというと、X と Y という点の集合で、実数の点の集合で、それが x2 乗プラス y2 乗イコール1を満たす。まあ、こういう集合だと思ってるわけですね。この単位円っていうのは。で、一方で違うものを単位円だと思うこともあって、それは何かというと、書くとですね、同じくその座標平面上の点を、集めてくるんだけども、今度は x の2乗プラス y の2乗が1以下である点を集める。ってことを考えて、これを単位円と呼ぶこともあるんですよ。あ、これを単位円というか、上のもの、なんて言うのかな。日本語が難しいな。まあ、こういうものを考えることがあるわけですよ。で、これは、上の図のままそのまま書くと何かっていうと、この赤いところの内部まで含んでいるのが、これ下の方なんですね。下の方。で、赤だけ、周りだけだと、このイコールになってるわけですよ。で、これ多分、どっちもこれ単位円なんですよ。つまりですね、その単位円って言葉で、中が詰まっているものと詰まってないものを指すことがあるんですね。で、これはですね、非常に分かりにくいんですよ。で、英語があって、英語で、ディスクっていうと、この中身が詰まってる方を言います。で、中身が詰まってない方をディスクということはないと思います。思いますっていうのは、二つ意味があって、数学においては、ディスクといったら中身が詰まってる方を指します。が、日常生活でディスクといったときに、もしかしたら中身が詰まってないような円のことを指すことがあるかもしれないので、ちょっと今、言いよどんだんですけども、数学においては中身が詰まっているものしかディスクと呼ばないです。ディスクと呼ばないです。はい。で、一方で、じゃあその中身が詰まってないものは何て呼ぶのかっていうと、これは普通はサークルっていう。ただし、中身が詰まっているものをサークルということもあります。で、ここら辺がまた、だから英語自体も混乱してるんですよ。英語自体も混乱してるんですよ。だから日本語が混乱してるわけじゃなくて、だから日本語だから混乱してるわけじゃなくて、英語も混乱してるんですよね。だから皆さんのサークルとか、その単位円とか円とかって言ったときに、それが中身が詰まってるものなのか、詰まってないものなのかってことは、人によって感じ取り方が違うってことは、まず認識してください。で、その上で円という言葉を使うってことにしないとよろしくないということになります。で、この授業の中で扱ったその単位円グラフってのがあったんですけども、その単位円グラフを定義するときには、この詰まっているもの、詰まってないもの、どちらを使っても得られるグラフは変わりません。なんでかっていうと、中身が詰まっていようが詰まっていなかろうが、その交わっているか交わっていないかの判定が変わらないからです。一方で、単位円じゃなくて、半径が何でも良いような円を考えたときには、中身が詰まってるか詰まってないかによって、交わっているかどうかってことの判定が変わってきます。例えば、一つの円の中に別の円が含まれている場合、この場合は、中身が詰まっている場合は、この二つの円は交わっています。交わっているっていうのは、その二つの円は集合として共通要素を持っています。一方で、これ中身が詰まってない場合には、この2つの円は共通点を持っていません。共通要素を持っていません。という形で、その半径が違う場合には、中身が詰まってるか詰まってないかということによって、共通要素を持っているか持っていないかという判定が変わってくるので、困るんですよ。で、これ困るなということで、今日は終わってしまうんですけども、まずそういう問題点があるということを認識していただきたい。
で、まあ、そういう問題点があるので、問題点があるので、私はです。今の、私個人的なんです。私は、上のような円を、指すときには、これを円周ということにしています。で、下のようなものは円盤ということにしています。で、大抵、この下のようなそのディスプを円盤ということは、割と市民権を得るというか、まあ、私もだから、これ、数学では普通、そういうふうに言いますか、円盤とかっていうふうに言うことが多いと思います。その円という言葉には、その、なんか、任意性があるので、ね、意味が変わる場合があるので。ただ、その上のような、この、その、中身が詰まってないものを本当に円周と呼ぶかどうか、日本語で円周と呼ぶことが一般的かどうかと言われると、ちょっとそれは私も自信がないけども、私自身はよくこれを円周と呼んでいます。あ、その円周っていうのはですね、その円の周りの長さのことを指したりするので、やっぱりその、わかりにくい用語ではあると思うんですけども、まあ、無理に区別する場合には円周と呼ぶことを私は進めてるんですけども、まあ、これも市民権を得られたかどうかはちょっとわかんないということですね。まあ、いずれにせよですね、その、用語、その円に関わる用語っていうのはちょっと混乱しがちなので、皆さんもご注意くださいということになります。はい。で、じゃあ、この部分の補足は以上になります。よろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。だから3分で終わるとか言ってみながら5分以上話してましたけども、じゃあ、そういう形になりまして、で、これで今日の補足は終わりになります。はい。だから、録画はここまでになります。